皆様こんばんは、はい、こんにちは、はい、おはよう、はい、おやすみー、おやすみー、ということで始まりました、はい、私のチャンネルです、はい、ね、さあ私のチャンネルだそうですよ、そうですね、お母さんのチャンネルですから、はい、はい、今日も高津ベースからお送りしてますが、はい、ね、早速今日は何を紹介していただけるんでしょう、見たいですか、見たいです、そんなに見たいですか、見たいです、いいでしょう、お願いします、特別ですよ、お願いします、はい、さあちょっとね前回はねちょっとね、はい、ラバードールとかをね、はい、いろんな違いを紹介したんですけども、はい、今回ちょっとねガラッと変わって、はい、こちらでございます、ててーん、おー、グレムリン、はい、グレムリンの、まあ、ギズモ、はい、ね、モグアイと言われてる、ね、キャラクターの、はい、こちらもね、これね多分ねソフビだと思うんですね、はい、ソフビですね、ちょっと硬くなってます、はい、はい、ソフビを今回紹介したいと思います、はい、めっちゃ可愛くないですか、めちゃくちゃ可愛いですね、サイズも、はいはい、でこれが実はですね、はい、ちょっと変わってますけど、これね実はアメトイではないんですね、あ、というと、というとこちらはトミーさん、日本のトミーさんから発売されてるやつなんです、あー、なるほど、アメリカの映画のキャラクターを日本の会社が出してるもん、はい、そうです、はい、そうです、そうです、もちろんアメリカ製のやつも色々、はいろいろこういうの出てますけども、はい、僕はこのトミーさんが作ったこのモグアイが可愛くて、はい、いやめちゃくちゃ可愛いです、ね、めっちゃ可愛いんですよ、本当に目がクリクリで、はい、大きさも可愛くて、そうこれを見た瞬間に、はい、もう有無も言わず買わさせていただきました、はいはいはい、もうすぐ欲しいってなって、はいはい、グレムリンは見たことありますか、見ました、見ました、はい、めっちゃ可愛くないですか、めっちゃ可愛いですね、すごく可愛かったです、うん、でそのいろいろね、はい、勘違いも思ってたのと違うかった情報もいっぱい入ってきました、でしょ、このキャラクターは知ってましたけど、うんうん、これが怖くなるんやと思ってました勝手に、ああ、ひょっとしたらいろいろその怖くなる条件というか、うん、モグアイ自体はずっといい子なんですよ、ね、そう可愛いんですよ、はい、めちゃめちゃ可愛い、モグアイ自体は可愛くて、はい、なんかこう、まあ多分グレムリンの映画しか見てない方はちょっとね、顔とかはもっとこう毛がね、こうふさふさしててぬいぐるみみたいな感じですけども、はい、これがソフビ化されると、こうなるっていうね、日本のトミーさんの、ちなみになんですけど、はい、その出たもんところは日本の会社だっていうことなんですけど、はい、出た年代は結構古いもんなんですか、多分ですけど、まあ年代は多分80年代、はい、もう多分映画が放映されて当初に出てたと思うんです、はい、これは、はい、80年代です、はい、これはなんていうのかな、まあ可動式ですね、アクションフィギュアというか、はい、ね、こう可動して、はい、手もこうやってね、足もこうやってこうなるんで、はい、こんな形もできます、ほら、かわいい、はいはいはい、後ろから見てもかわいいし、これ見てください、肩にこうやってすぐ肩乗せます、あ、かわいいでしょ、かわいいですね、ほらこんなこともできるんですよ、モグアイはね、うわーいいですね、超可愛くないですか、はい、このトミーのさんが作ってるモグアイのこのソフビがめちゃくちゃ僕は気に入ってまして、はいはい、アメリカのバームの方もいいんですけど、はい、ね、なんかこう見れば見るほど可愛くなってきて、はい、色合いとかね、それこそ、その今まで紹介したものというと、うん、若干ジャンルが変わってきて、うん、アメリカのアニメのキャラクターだったり、うん、企業のキャラクターを紹介してもらったりしたけど、うん、はい、今回は映画のキャラクターってことで、はい、そういったもののおもちゃも好きなんですね、お母さんは大好きです、はい、うん、まあ言ったら、まあ、80年代90年代の映画って、まあ、僕らもう僕43歳なんですけど、はい、もうドンピシャなんですよね、はいはいはい、昔見てたやつのそのなんかアメトイのキャラクターがこうやっておもちゃ屋さんで売られてるっていうのはなかなかね、おって なりますよね、はいはいはい、うん、当時子供の頃から見てたようなやつとかが、そうっていうことですもんね、うん、なんか皆さんも当時見てたアメリカの好きなね、多分ゴーストバスターズとかいろいろ、まあ俺の年代でいきますけどね、はい、あると思いますので、はい、おもちゃ屋さんに行くと昔懐かしいキャラクターがこうやって売ってたりもしますので、はいはいはい、それを部屋にねこう飾って、はい、ね、昔のポスターなんかね、はい、でこれを見ながら映画を見ると、はい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 、いうような楽しみ方ができるんじゃないかなと。好きなその当時のやっぱりアメリカの映画っていったらキャラクターがそれこそすごい特化してるというか、うん、いろいろ多いから、うん、自分が好きな映画のもので、うん、なんかこういうのが出てないかって調べてみて、あ、それから置いてみるっていうのも全然ありですよ、ね、全然大丈夫でございます、はい、はい、いやーかわいいね、本当にいやいいですね、うん、このサイズ感といいね、
うわー可愛い。なんかね、なんかわからないですけど、はい、めちゃくちゃ惹かれたんですよね、これに。はいはいはい。はい、なんかアメトイってアメリカメイドイン USA もちろん好きですけども、はい、この日本の、はい、ね、会社が出てたっていうのにもちょっと惹かれてしまいまして、はいはいはい、これもちょっとね紹介してもらったんですよ。こういうのがあるよっていうのでね、はい、僕がよく行ってるアメトイショップの方に、はいはい、もうこういうのあるよで見た瞬間にビビってきてね、はい、すぐ買います。はい、いやいいですね、はい、これもお値段軽く1万円超えます。マジっすか。軽く超えます。まあそうか、古いものですしね。はい、あとトミー社で作られてるのがめちゃくちゃ人気あるらしいんですよ。まあこれがそうですか。はい、だから軽く1万円超えますが、はい、まああのね、もう値段じゃないと、はい、可愛いからもう買って、はい、今お部屋にね、はい、ギズモと一緒に住んでおります。はい、皆さんもね、はい、一緒にこの可愛いこの目クリクリのギズモと一緒に住んでみたらいかがでしょうか。うわ、可愛いですね。はい、モグワイ一緒に住む言ってくれるかもしれません、はい、本当だったらモグワイこの撮影のライトが眩しくて嫌ですからね。本当はね、はい、うん、でもちょっと我慢したけどさあ、ということで、はい、ヨネ君今回ちょっと違った角度で、はい、はい、いや、いいですね、はい、映画のキャラを紹介させていただきました、はい、皆様ぜひモグワイに会ったら家に連れて帰ってみてください。はい、暗い部屋になるべく置いといてください。はい、深夜12時以降はご飯を与えちゃダメですよ。はい、あと、かわいいです。水ですよ、はい、水に濡らしちゃダメです。水に濡らしちゃダメです。なかったことにした間なかったことにした今さあ、ということで皆さん、はい、バイニュー、さらばだ。